ねえパパ、うん、タカトミーさんからさ、うん、メール来てるよ。え、読むね。うん、ちょっと読んでみてくれる。立石学園分校のみんなへ、はい、ごきげんよう、うん、立石学園委員長のヒロくんです。はい、突然だけど今日はみんなに宿題を出します。うん、これができたら立石学園の副委員長になって、うん、タカトミーチャンネルに出演できるかも。チャレンジしてみてね。宿題、みんなが一番苦手なことを克服しよう。立石学園委員長ヒロ君より。だって、これは挑戦状だ。絶対にこの挑戦は受けて是が非でも副委員長になってやる。パパ、そんなに怒んなくてもいいよ。これはガチな挑戦状だから、うん、うちらもガチで苦手なもの、高いところ、これを克服しようと思う。言ってやるぞ。よし。はい、ということで観覧車の前までやってきましたね。はい、これで、観覧車に乗って、高所恐怖症を克服したいなと思います。はい、我々はですね、3つのステップで克服できればなと思ってます。はい、まず1つ目、楽しく克服。はい、2つ目、幸せに克服。そして最後は3つ目、感動で克服。はい、克服できるかな、高いところ。分かんない。まあ、頑張ろう。うん、はい、じゃあ行きましょう。はい、黄色いのだって。はい、じゃあいよいよ乗り込みます、レシン君。はい、はい、どうぞ。はい、行ってらっしゃい。行ってよ。はい、乗った。はい、ということでレシン君、観覧車無事乗りまして、はい、2人とも超今怖い状態です。はい、あんまり動きたくない状態です。本当にね、高所恐怖症なのうちら。うん、本当に怖い。自分はこれの時、なるべくね、外上でも外見えちゃうけどね。ということでやっていきましょう。ステップ1、はい、楽しく克服ですね。じゃん、緊張してる。じゃんけんぽん、あっち見てほい、やりましょう。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、いきなり最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。一勝1敗ですね。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。よっしゃ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これしょ。あっち向いてほい。ちょっと待って。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。間違えた。緊張してるから。ちょっと、もうまもなく頂上です。いきますよ、愛人が。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。違う違う、最初はアイコーでしょ、アイコーでしょ。あっち向いてほい。ちょっと待って、ルール説明するの忘れた。3勝したら勝ちだからね。あと2人とも1勝ずつですね。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。はい、これでしょ。あっち向いてほい。よっしゃ、まもなく勝ちました。でもお願いだからさ、怖いよ。はい、怖いね。ということでですね、エイシン君、ステップ1、楽しく克服どうでしたか。まだ克服できてないね。楽しかったけど、ね、怖い。揺れるね。結構揺れますね。まもなく頂上ですので、こっからこう降りていく感じですね。スカイツリーも見えてきたよ。え、どこ。あっち。あ、東京タワーも見える。東京タワーも見えるね。じゃあ続いてステップ2いきましょう。ステップ2は幸せで克服ですね。ちょっと待って、これすごい怖いマジ。この幸せっていうのはですね、日頃の感謝を、お伝えしようかなと思ってね。いつもですね、はい、動画一緒に撮ってくれてありがとう。あのね、楽しく動画撮れてるからパパ嬉しいよ。うん、みなちゃんも、うん、本当に、うん、うん、パパいつも動画撮ってくれてありがとう。はい、ありがとう。じゃあ優勝か。あー、よかった。あー、よかったでございます。ありがとう。ちょっと待って。いやー、これね、本当にね、怖いね。分かってると思うけどさ、パパの方が重いじゃんね。だからね、このゴンドラがね、こっちに傾いてんだよ。お願いだけど、そういう話しないで。はい、下り始めた。うん、下り始めてるよ、もう。ギャー。はい。
ということで、このね、パレットタウンの観覧車は1周16分みたいなんですよ。だからもうあと残り8分を切ったということですね。最後、感動で克服です、はい、これはですね、我々がっつり外見ましょう、はい、がっつり見ましょう。うわ、綺麗綺麗だね。あ、ちょうどね、夕日がね、綺麗なんだよ。目に残った、目に残った。結構綺麗だね、うん、お台場の街並みがしっかり望めますけれども、いやそれにしてもよく頑張ったね、うちら。うん、終了で。でも結構あれだね、見ようと思えば見られるもんだな。そう、なんか思ったよりも大丈夫って。下をね、見るとやっぱダメだけど。いや、自分下見てもやっぱ、うん、遠くを見るんであれば意外と大丈夫。パパね、それすらも前ダメだったから。下見てみて。下見れないっていうね。いやいやいや、自分見れるんだからさ。下は見れないっちゅうね。自分の子供でしょ、見てみてよ。え、分かった、じゃあ、エイシン君言うたら見るよ。え、怖い。やっぱりゆっくり置いてくる。ありがとうございます。はい、こっちです。はい、ありがとうございました。いやー、よかったね、ちゃん。はい、ということで観覧車乗ってきました。はい。怖かったね。うん、めっちゃ怖かった。はい。高いところ克服できましたか？微妙ですか？パパはね、前より良くなったと思う。あのね、ちょっと克服できたと思う。前は高いところで外なんか見れなかった。ずっと目つぶってガチガチだったのが、今日は見れた。よかったね。そう。はい、そんなわけで立石学園さんからの挑戦状、これはクリアできたと言えるんだろうか。クリアできなかった。これはもうね、でも頑張って上まで行ったからね。だからこれも宝トミーさんに判断してもらうしかないね。はい、はいはい、ということで宝トミーさんのチャンネルでは立石学園というですねコーナー毎日配信してるみたいなので、はい、あの動画説明欄の方に URL ありますのでぜひチェックしてみてください、うん、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。